皆さんこんばんは、ジマでございます。いつもですね、当チャンネルジマチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は手ブレ補正の話についてです。皆さん、手ブレ補正って重視されてます？ちょっと前のカメラってそもそも手ブレ補正カメラ側にそんなもんはないっていう時代でしたよね。で、今はもうカメラ内のボディ内手ブレ補正5軸みたいなのが入ってたりとか、まあレンズ側でね、 VR というものが書いているレンズに関してはもうレンズシフト方式のね、まあ言っても前々からある、手ブレ補正対策っていうものが、施されているというもので、ここ最近ね、結構カメラとかそのレンズ購入されるときに手ブレ補正どうなんですかみたいな話もちょいちょい増えてきたなっていうところがあって、手ブレ補正ってちょっと前やったらそんなに重視するもんじゃなくて、あ、手ブレ補正入ってんのならいいねぐらいの感覚が、最近は手ブレ補正があるなしでそもそもがもうなんか選択肢ズバって切り分けられてるような、まあ時代なのかなってのをなんとなく感じてるんです。これはもうあの人それぞれだと思いますので、え、そんなことないやろっていう人もいらっしゃれば、そうそう手ブレ補正めちゃくちゃ重要なんですよっていうね、もう意見が分かれるかなと思うんですけど、これもやっぱりカメラの進化ですよね。カメラがどん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 進化していく中で、まあ個人的にまあなんていうの、ミラーレス一眼カメラもまあまあひとまずはある程度の形っていうものが見えてきた。まあここからグローバルシャッター方式の CMOS センサーを搭載したカメラがどれぐらいシェアを広げるのかであったりとか、あとはクロス AF なんかを搭載しているミラーレスなんかがどんだけ増えてくるのか、 EOS R1 というものが成功した暁には他のメーカーもどん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 搭載していくだろうなとか、あとはまあ単純にミラーレスってレフ機に比べるとね、やっぱりバッテリーライフっていうところが ENEL18D に関しては安心感がありますけど、今のところ ENEL15C などではちょっとね、まあカメラの機種によっては心もとない、1日もたんなあっていうところもあったりしますので、まあミラーレス一眼カメラの機能っていうところはすごくまあ進化していて形になってますけど、使い続ける、撮影機材としてはまだまだ伸びしろはあるなっていう印象はあるんです。なのでそういったスペック的なシャッタースピードが、連写が、 ISO 感度の上限がみたいなところ、3万2000に行けますみたいな話が出てて、あ、メカシャッターレスの時代はすごいねみたいな話もあるんですけど、その期待するいろんな要素の中の一つに、まあ手ブレ補正っていうのも今後ありなんちゃうかなっていうのはですよ、皆さんもちょっと気づかれてると思うんですよ。 ZF 触れられた方いらっしゃいます？もしくは購入された方とかね、あの店頭とかでちょっと触れられたとか、あとは Z63 ですね、 Z6 の3型触れられた方いらっしゃいます？もしくはもう買ったよとか、予約して到着するの楽しみだよっていうね方もいらっしゃるかと存じますけども、ZF と Z6 の3型を持ったら、お、なんか手ブレ補正が別次元というか次の世代に来てるなってのを感じるんですよ。なので今回 ZF、Z6 の3型っていうものがどん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 世に広まっていく中で、ニコンの手ブレ補正の技術というかレベルというか基準っていうものが新しいステージに入ったな。言い方を変えると Z8 とか Z9 の手ブレ補正よりも ZF、 もっと言うと Z6 の3型は手ブレ補正が進んでる、まあ後発なんでね、後で出てきたカメラね、そりゃそうなんですけども、それにしてもあれ結構違うなっていうのをね感じるところがありますので、すでに ZF、Z6 の3型と、Z8 や9や567、あとはそもそもボディ側にね、手ブレ補正は入っていない Z3050FC 利用されてる方で、まあそのなんていうかな、手ブレ補正っていうものに対する認識っていうものが多少まあズレはあるとは思うんですけど、まあちょっとずつ ZF、Z6 の3型が広まっているっていうところを見て、あ、手ブレ補正、そうそう Z6 とかね、 ZF、 あ、 Z6 の3型新しいやつねとか、ZF とか、そうそうなんか手ブレ補正びっくりするぐらい効いて違和感あるんよっていうね
ところをなんとなく共有できる内容になればなと。まあ手ぶれ補正に頼っちゃダメっていうね、あの教えもありますし、私はそういう現場で育ってきました。手ぶれ補正なんやそれ、そんなもん余ったらオフにせみたいな感じでえ、あのレンズ側にスタビライザー入ってんすけどって言ったら、オフにせそんなもんあかん、他の店舗行って他の売り店舗が全部がスタビライザー付きのレンズやと思うなよって言われた。えそうなんすか、会社で全部ドンってリースで入れてんちゃうんすかって言ったら、何を言う、売り上げいい店舗からいいレンズが入るに決まってるやろ。はあ、大人の世界ってそうなんですね。そうや、差別じゃない区別や会社に対する売り上げ貢献度が大きいところには大きいカメラレンズ最新のなんか手ぶれ補正がいっぱい入ってドンっていう傷が入るけど、そんなに売り上げが立ったらところにはそういったレンズ一応いるけど全部じゃないA ライン B ラインは手ぶれ補正入ってるけど CD E ラインの、あのカメラには手ぶれ補正入ってない前のモデルやでっていうねところがあったりするので、手ぶれ補正なんかに頼ったらあかんみたいなね教えがありましたので、まあ私はね手ぶれ補正のない時代、まあオフオンにもしますよ、もちろん使えるもんは使わなしゃあないからね、あのもったいないからねっていうところがあるんで、使う時には使うんですけど、使わずとも取れるというか頼っちゃダメっていう教えもありますので、それもね理解してるんですよ。なので手ぶれ補正何を言う、じまさん甘っちょろいことっていうね、今動画ご視聴されてる方もいらっしゃるかと存じます。特にニコンはねミラーレスになってこれだけ手ぶれ補正優秀になってきましたけど、ちょっと前だったら ほぼなかったからねっていうところがありますので、まあ使える機能は使ってしまうっていう、まあ視点を持ちつつも、そんな手ぶれ補正が強力になりつつ、まあ言い方変えると定着しつつある、手ぶれ補正が入ってるカメラの方が新しく登場してくるカメラに関しては増えてる時代に対して、手ぶれ補正っていうところに対してのまあ新しいカメラへの期待とか、まあ見込める効果ですよね。手ぶれ補正がじゃあ強化されるとどないなりまんのんっていうところですね。まあブレ防いでくれるっていうのがまあ直球なんですけど、それによって私ら撮り手側にどういったね、まあ恩恵があんのっていう話を今回はテーマにしていきたいと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。今回は手ぶれ補正ですね。一つ目、撮影の自由度が増す手ぶれ補正、二つ目、ジンバルなしで滑らかな動画撮影が頑張れば可能な時代が近づいてきた、三つ目、新しい撮影の可能性を広げてくれるのが手ぶれ補正だというこの三つの区切りで今回お話ししていきます。一つ目、撮影の自由度が増す手ぶれ補正という話なんですけども、先ほどねちょっとフライングでお話ししちゃいましたが、商業撮影時代、まあ、アサインされるチームとかロケ地、ロケ班、ロケチームによってはですね、まあ、手ぶれ補正の強力な機材を揃えているチームもあります。まあ機材にねがっつりお金を入れてくれるところもあれば、言い方を変えるとない現場もあるんですよね。手ぶれ補正そんなもんないよっていうねもう一脚で止めて撮りぐらいの感覚のところもあったりするんでね、もうっていうかもう自分が揺れるなというね現場の人もまあいらっしゃいますので、まあない現場もあるんでね、先輩から手ぶれ補正に頼らず、一定品質っていうものを取り切れるようにならんと あかんよというか、ならんと呼ばれになるよっていう、ならんと手ぶれ補正に頼らずとも撮れるようにならないと自然と稼働減るよっていうまあ言い方変えると呼ばれになるっていうねところなんですけど、まあ別のところに呼ばれるけど、あ僕ここ空いてますけど、あそこは別の子彼が行くわぐらいの感じでどんどんね稼働減らされるよっていうところで、まあ取り方をね手ぶれ補正なくとも、ない現場でも使える人材っていう風に叩き込んでおく必要があるよっていうのは、まあいろんなね先輩方に教わってたところがあるんです。で今みたいにまあ手ぶれ補正ボディ内5軸とかね、まあ5段や8段やみたいなねところで、なんていうの補正っていうものが、センサーシフト方式であったりとか、まあレンズシフト、レンズ側でクイクイって調整してくれたり、センサーをこう私らが揺らしてもセンサーが真ん中で、あ揺れてる、ちょっと待って頑張るみたいな感じで粘ってくれたりとか、レンズシフトでレンズガーって揺れとってもレンズ側でおちょっとか揺れてるけど大丈夫、ぶれへんように頑張るっていうねこうレンズとかカメラが私らがちょっと揺れてもこの真ん中もねうおぐーみたいな感じで粘ってくれるんですよ。なんかボディ内手ぶれ補正オンにした時とか、あのレンズね VR のやつ使ったらこう揺れる時にふわって揺れるんじゃなくて、なんか
うん、ひっついて動くっていう感じわかります。なんか画面見ててよいしょういよいしょみたいなあの感じ、あれをオフにしてるとウィン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 ってもう左右もうどこでもね、上下左右もうわ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 グニョグニョ揺れちゃうんですけど、手ブレ補正とか VR のレンズシフトをね入れてるとうわみたいなねところがあって、それがまあ広角とか標準やったら別にあそんな大したことないんですけど、まあ大体そうですね200とか400とか600、800とかになってくるとちょっと私らの手元がクイッて、もうほんま私らの手元がフイッて揺れるだけでもう超望遠の世界なんかは私らの手元がクッて揺れるだけでもう、ま、映ってる世界はウンって揺れるんで、やっぱりそういった超望遠なんかにもまあレンズシフトとかボディ内手ブレ補正の手ブレ補正っていうのは必要というかあった方が楽よねっていうところはあります。でもそれがなくとも、撮れる息止めて撮れっていうねやつですけど、あのやつがまあありますが、まあレンズシフト方式とセンサーシフトの方式なので、カメラ側でねボディ内手ブレ補正が入ってるよっていうのはセンサー側でボディ内の手ブレ補正効かしてくれるものと、レンズシフトはもうレンズ側でもある程度なので、ボディ内でも手ブレ補正効かせて、レンズ側でも何だっけ手ブレ補正効かせて、あのシンクロ VR っていう表現ニコンねあるじゃないですか。あいた感じでボディ内とレンズシフトでくっつけてもらうとちょっと 0.5 段ぐらいちょっと手ブレ補正強なりまんねんっていうのが、まあシンクロボディね、シンクロ VR っていうところがあったりします。まあもちろんねニコンやったら VR、 キャノンやったら IS になるのかなっていうのは、まあレンズ側でポーンって有効にしてもらったらいいだけの話なんですけど、なんていうかな、シャッタースピード例えば1000以上で確保しとかなあかんなみたいな、被写体ブレはもうどうしようもないですよ被写体がグワンって動くものに関してはシャッタースピードちゃんとねバーン持ち上げてほしいんですけど、特に動きも専門そんな激しく動きも専門に対して常にこっちがシャッタースピード1000以上、まあ確実ですけどねっていうところも、設定として取るのもありなんですけど、でも VR とかレンズシフトとかボディ内のね手ブレ補正がある程度入ってるんやったら、じゃあ1000やったらもうちょっとポポーって下げて、1段2段ぐらい下げてもええんちゃうのっていうのが、まあ手ブレ補正入ってくれてるとね、でその分 ISO 感度なんかもバーン持ち上げんでも済むっていうところがあったりするので、撮影のこの幅っていうのかな、余裕って言った方がいいかな、余裕が出るっていうのがまあ手ブレ補正の一つですよね。なのでまあこっち側のブレって私らがブレるのと、私ら止まっとっても向こう側が歩いとったら向こう側がブレてはりますやん、映る側ね被写体側が。なのでそのブレって一言で言っても、被写体ブレなのそれとも手ブレなのっていうところは切り分けなあかんのですけど、まず被写体ブレは別にそれは世の中のも動いておるかしゃあないんですけど、手ブレはせめて頑張ってみようやっていうのが、まあ、今回のね動画の内容になってくるんですけど、最近はシャッタースピードなんかもまあ攻めるってわけじゃないですけど、なんかねあの手持ちで30分の1でいきましたとかね、60分の1でいきましたとか、何を言う、息を止めてた私らの時代からすると30分の1もそんなボディ内手ブレ補正なくても取れるよみたいなね、なんかその何秒までブレずに、シャッタースピードを遅くできるか選手権みたいな、それで大体二次会のカメラマンの先輩の自慢話に絶対入ってくる話なんですけどまあ VR がね、まあ、得れるのであれば、まあ、センサーシフトレンズシフトとどっちでもええですわ、あの VR がね得れるのであれば、手ブレに対するプレッシャーからまあそのアシスタントとかの方は特に解放される、やっぱブレっていうのはいいタイミング、背景最高、色最高、光最高、ちょっとブレ取るなやか君って言われてしまうアシスタントの子たちに対してやっぱプレッシャーからね解放してくれる、まあ以前に比べるとそういったところのプレッシャーっていうものはこのレンズシフトとかセンサーシフト方式の手ブレ補正がカメラ側レンズ側に施されてることによって、そういった場面を見るのが減ったなっていう風に思います。まあ、言い方変えるとよく昔から言われてる、もうカメラが良くなってるから誰が撮っても綺麗に撮れるでって言われる一つのゆえんなのかなっていう、ちょっと前やったらええカメラ買うてもブレてしまってたら、ああもうやっぱ撮り手側がってなってしまいますけど、ええカメラ買うてブレ撮ってもカメラが手ブレ防いでくれるんでやっぱええカメラ買うたら誰が撮ってもええんちゃうかって言われてしまうような、まあ一つのゆえんなのかなっていう感じもあります。まあいいことですけどね、
そういった誰でも撮れるように素敵な写真が撮れるようになるのはいいことだと思います。これはまあいろいろな撮影シーンで設定値に幅ができるっていうところと自由度が増している。なので一つ目は撮影の自由度が増す、手ブレ補正っていうもののまあ効果というか価値というか役割ですね。で二つ目がじゃあそれがちょっと時代が変わってきてて、なんか動画にもすんげえ影響してるじゃないですか。で今回特に Z6 の3型のプロモーションで注目されてたシーンですけど、2つ目のテーマです。ジンバルなしで滑らかな動画撮影が頑張れば可能。頑張らんかったらやっぱ揺れますわ。でもある程度の秒数で息止めてスーッてゆっくり動かす分にはまあ程よい揺れは入れますよ。もちろんスタビライザーとかジンバルみたいな完璧なあのブレを抑えた滑らかな動きってのは難しいですけど、なんか人が程よく持ってるけど全然見れるよっていうぐらいのブレっていうものがすごく程よいブレとして Z6 の3型、特にね Z6 の3型とか、まあ、ZF2 はなんか感じることが多かったんですよね。あれなんかもうこれジンバルない方がいいかもしれへん。ジンバルはあってジンバルもうザ・ジンバルっていう映像もいいけど、なんか手持ちでちょっとブレが乗ってるぐらいの方がなんか撮り手側の温度感というか撮り手側が人間なんやなーっていうのがなんか伝わるのがなんかすごくいいなっていうふうに思うことが多かったんですね。で Z6 の3型のそのプロモーションで注目されたのがスケートボードをされてる、まあ、選手というかアスリートというかスケートボードされてる方の横をカメラ持ってるお兄さんがあのトップハンドルっていうね上のねあの取っ手側ここにら辺にくっつけて持つもハンドルがあるんですよ。それ持った状態でジンバルなしなんですよ。だからカメラこうトップハンドル持った状態でこうスーってスケボーのお兄さんと一緒に移動するみたいなね。今までやったらなんかジンバル乗っけてごっついやつ乗っけてブワーって補正してたのがあれ大丈夫なんていうスローモーションで撮ってんのえなんなんって思ってたところ、意外とスケボーのシーンで撮影者さんがジンバルを使わずにもカメラが一緒にトップハンドルでスケボーのお兄さんと一緒に滑って移動していくっていうね。でそれがどういうことって思ったらやっぱり Z6 の3型は手ブレ補正が強力になってるんですよ。今まで5段やって言うててすごいじゃないですかっていうね話になってたんですよ。5段分も1段2段3段4段5段分の手ブレ補正効いてんのだから、3分の1とかで3ステップ幅刻んでたら123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 
ね、余裕が持っているというところもありますので、あれ5段ってすごいなと思ってたんですけど、まあでも5段でもブレる時っちゃブレるんですよね。手ブレ補正入ってるなーっていう感じはするんですけど、でこうなってきて次8段おお、さらにブレ防いでくれるんですか。もうなんかそれ逆にどれぐらいやったらブレるのかっていうのを意地悪でブラしたくなりますわっていうぐらいの危機。さすがにこう思いっきり振り回すとね振ったらあかんですよ、カメラ振ったらあかんのですけど、やっぱ動かすとそら映像はさすがにググ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 グってなりますけど、でもそれって普通に使う分にはもうほぼ止めてくれるってことじゃないですか。ってなってくると Z6 の3型っていうのは実は Z8 とか Z9 の時代、 XP と7世代目が登場したばかりの時代の5段、まあ、高画素っていうところの違いが若干ありますけどね。 ZF、Z6 の3型はあくまで24,500,000画素っていう XP の7世代目だったとしても、まあ、標準画素数なんですよね。ただ Z8 と9は高速連続撮影が優秀かつ高画素で、4571万画素っていうものになりますので、まあ、ここが違うんでボディ内手ブレ補正どこまで効かせれることできるんやろうなっていうのはちょっと思ってたりもします。なので Z8 世代 Z9 世代よりも強力な8段の手ブレ補正っていうのが2450万画素の ZF とか Z6 の3型では実現できているという形になります。でレンズ側のね、VR っていうレンズ側のシフト、レンズシフト方式の手ブレ補正なんかも入れてもらえるとね、すごく快適に使えるんじゃないのかなっていうところがあります。これね、使ってて違和感に気づきます。なので私自身も ZF とか Z6 の3型を使っていく上で、まあこういうカメラだよねとか、バリアングルがこうだよね、ファインダーがね明るくて綺麗だよねとか、
いろんなね、フレキシブルカラーピクチャーコントロールがあるよねとか、いろんな特徴をお伝えしていくんですけど、なんていうかな、撮り続けとって数時間経ったら気づくんですよ。なんか映像変っていい意味ですよ。いい意味で映像に違和感が出るんです。いつもよりなんか止まってない。止まってるっていうのは映像のブレがおとなしいというか滑らか。なんやこれっていう。馬なったんかなって感じ。そんなわけない。そんな1日2日で馬ならんっていうね、ところがあるんですけど、あれ馬なったんかな、いやちゃうわっていうところがあって、そんなわけない。だって意識も何もしてないのに、そんな急に馬なるわけないわって思って、よくよく考えたら、あ、Z6 の3型の手ブレ補正っていうものが、あ、やっぱちょっと次元がワンランク上がってるんだなっていうところにすごく感じるんです。動画のブレがおとなしいっていう感じ。で、撮影時になんかグッで粘ってくれるというか、止まってくれるというよりかは粘ってくれる、こっちが多少グッてブレたとしても、いやありがとうみたいな感じで粘ってくれるっていう感覚がすごく撮影中に感じれるんですよね。これは機材の、まあ、スペック表には載ってますよ。数字上8段とか5段とかね、載ってますけど、これは使ってみんとわからん感覚だなっていうところはすごく感じます。で、まあ、動画静止がどちらでもまあ恩恵がある、まあ、カメラの本体側でそんだけ強力な手ブレ補正が効くっていうところがあるからね。何より多少の手ブレ補正ん手ブレが、今までやったらは手ブレ乗っとるわから、手ブレが乗っとるね、程よいね、手持ちで撮ったんやねっていう、この映像とかを見る側からすると、あーブレ取るなちょっとっていう認識から、なんていうの、感覚的な話ですよ。程よい手ブレやから手持ちで撮ってんのかな、上手上手ぐらいの、このギャップが映像を自分で撮ったやつを見てて思うんですよ。で、こうなってくると、あれもう逆に手ブレ乗せたくなるぞっていう、どういうことなんですけど、手ブレが起きるよね。手ブレを防ぎたいよね。でも手持ちだったら厳しいよね。じゃあジンバル使うよね。とか、もう据え置きでポンって置くよねみたいな、でスライダーでスライドさせるかぐらいしか感覚としてはなかったんですけど、手ブレが乗ってるよね、見れる手ブレだよね、逆になんか取り手側の温度感が伝わっていいよねってなってくると、もうジンバルじゃのうて、手ブレをそんなあえて乗せるわけじゃないですよ。極力乗せないようにしてちょうどいいぐらいやから、手ブレを極力乗せないぐらいように取るのが逆にすごく温度感があっていいなっていう風に感じています。なので手ブレっていうものが、今まではどちらかっていうと撮影する時のなんていうの、白飛びしてないか黒つぶれしてないかみたいな、そういう、まあ、チェックリスト項目じゃないですけど、その撮影していく中で、収録していく中での気になる点やったんですよ、手ブレ。まあ被写体ブレもやけど、手ブレっていうものは気になってた。まあ、ブレっていうものが全体通して、もちろんブラスはいいですよ。あ、もうここはブラスねんっていう、あ、みんななんかわちゃわちゃって人がいっぱいおって、特定されても困るから、もうシャッタースピードガー持っていって、みんなビューンって伸ばしてブレブレでも人型はいるみたいな表現やったら OK ですよ。もちろんブレを表現として使うのはもちろん OK なんですけど、今まではじゃあブレを起こさないようにしましょうねっていうシーンは、チェックリスト的にね、ブレが発生していないかっていう撮影した後のピントチェックなんかで見てましたけど、今は逆になんかね、もうブレがあのチェックリストにはもちろん入りますが、なんかもう表現の一つとなりつつもあるし、あんま意識せんでもカメラ側に任せてたらもう大丈夫でしょ、よっぽどのことがない限りぐらいの、まあ、ちょっと一応チェックしておきますぐらいの、なんか心理的ハードルじゃないな、心理的負担っていうものがすごく薄れてる。これ感覚的にオートフォーカスに近いなってなんとなく思うんですよ。前まではすごくオートフォーカスっていうものに集中しておりまして、まあ今も集中はもちろんするんですけど、1.2S ライン、50mm とかね、85mm、1.2S ライン、あとは 135mmF1.8S ライン、プレナとかね、そういった中望遠領域であったりとか、あとは、1.2 開放っていう社会深度化がすごく浅いレンズなんかを使うときに、ピントってものすごいシビアになってくるんですね。ほんま横向いてこっちの目にピント合わせたら、もう鼻先ボケ出すぐらいの
感覚の世界なんですけど、そういう時にものすごくピントは集中するんですが、 Z、まあ、98F6-3 とか XP の7世代目、特に98なんかはすごく安心しますけど、瞳 F なんかで捉えてると、まあ、大抵大丈夫。被写界深度が極浅だったとしても大抵大丈夫で、もっと言うと 1.2 のレンズでも 1.8 とか 2.8 に絞ってしまえばもう余裕っていうところがありますので、オートフォーカスのこの瞳 F なんか含めて、まあ、鳥認識とか飛行機認識もそうやけど、なんかそういうオートフォーカスでもカメラ側にある程度お任せできる、で私らは構図とか色味とかに集中できるような、この感覚に近くて、今までの手ブレ補正にすごく集中していた環境から手ブレ補正、まあ最後取りつつチェックはするけど、そんなに優先度的に神経張る順番としてピントとか手ブレっていうものが結構優先度がカメラに任せれるよね、新しいカメラに限ってですけどね、任せれるよねっていう時代に入ってきているなと。でこれは結果どうなるかっていうと、撮れ高、撮る回転のスピードっていうものに大きく貢献してくれているなっていうのにすごく感じるところがありますので、本当にね、手ブレ補正が強化されているっていうのを活躍する人、助かる人はやっぱり手ブレ補正が強力なカメラ、まだ今のところ高画素で連写でっていう手ブレ補正8段のはニコンから出てないんですけど、まあそういったものも選ぶのは選択肢としてありなんじゃないのかなってのはすごく見てて思うようになりました。なのでまあ Z8 世代より強力な8段手ブレ補正っていうものがすごくね魅力的にまあ感じていると。でこうなってくると、まあ動画の話に戻りますけど、本格的な撮影以外ではもうジンバルをわざわざカメラバッグの横にブスッと刺してバンドで止めて人に当たらないようにケアしてねっていうところで、ジンバルをわざわざ横にくっつけて持ち出さんでも、まあ中に入れる方もねいらっしゃるけど、レンズをなんていうの変えるたびにこうバランス上向けて横向けてビビビビビビってね調整したりね、オートのなんていうキャリブレーションしたりとか、なんかもうそういうのも、まあ、まあ大体使うレンズで私もシールとかもう油性ペンで何ミリはここ何ミリはここみたいな感じで書いちゃってるから、まあ大体ガッて持っていってガッて持っていってキャリブレーションってやった終わりなんですけど、まあバランス取るとかもなく、まあ自分が直接持つから水平だけちゃんと自分が維持してねっていうところがあれば、バランスなんかも取らなくて済むんで、フットワークは軽くなるっていうところもすごく感じると。なので実は私の中でこれって大きな変化で、いろんな撮影に対するハードルをかなり下げてくれているところがあるので、まあ手ブレ補正がすごい安心して撮れるっていう安心感もあるんですけど、じゃあ手ブレ補正はお任せできるようになってきてるんや、今までも十分お任せできますけど、8段とかいうもうお任せどころからもうアシストしてくれる時代になってきているっていう風に考えると、もっといろんなことに神経集中できるんちゃうかなっていう風に感じている。なのですごく大きな変化、ジンバル使わなくて済むなら正直使わずに動く映像が撮れたらそれはそれは嬉しいこと。ジンバルってねでかいジンバルってね重い、ジンバル持っていくスペースあったらレンズ持っていきたいっていうのが本音です。まあ私のね、私の中では本音なんですけど、なのでアクションカメラとかね、それこそオズモポケット3、オズモアクション、今4かとか、まあ GoPro なんか含めて、ああいったもう何ぼクロップしてもうてもええから、四隅もう2もうガーってクロップしてもらってもええから、ブレのほぼない映像なんかを残してもらえるアクションカメラなんかはすごく便利っていうところがあるので、それこそ Z30 にまあ厳しいとは思いますが、 APS-C のセンサーやしね、 Z30 っていうところにアクションカメラ並みのもうこう動かしてもホライゾンバランスみたいな感じでもうカメラを30度ぐらい傾けても水平保ってくれるとか、なんかもう揺らしてもゆっくり戻るぐらいの、もうそれぐらいのクロップしてもらってもいいんで、なんかそういうね乗せ方をしてくれると Z30 でより Vlog というよりかはより手持ちで動画ってものも撮れるのが楽しくなってくるんじゃないのか、その分絶対出がなりますけどね。そうなんですよ、まあ、いろいろな映像がね撮れるっていうのは魅力的やし、手ブレ補正の進化はほんまに期待してるんですけど、一つねトレードオフとして手ブレ補正が優秀になっていくと、どうしてもセンサーの周り、まあ、センサーシフトのね手ブレ補正の場合、センサーの周りにセンサーをこうブレを検知したらピタッて止めてくださいねっていう
機構っていうの、機械っていうの、なんかマシンをねくっつけるわけですよ、周りにね、センサーこう揺れへんようにってなると、センサー周りがガチャガチャして出が鳴るんですよね、結局のところ。なので大型化するで、まあ、重たくなるというよりかどちらかというと大型化するっていう感じかな。なのでコンデジとかでも手ブレ補正とかね入れてるものがありますけど、やっぱり大型化するっていうのは開発者さんみんな言ってますね。センサー周りにそんなにもう手ブレ補正の能力の高いものをボーン突っ込んでガーってでかなってしまうと、コンデジなのかこれはみたいなね、レンズが交換できんだけのただでかいカメラちゃうかみたいなね、まあコンデジやろうけどもみたいな。それがクールピクスみたいな遠くのやつバーン撮れるんやったら分かりますけど、ちょっとしたもんしか、あの24から50が70ぐらいやのにめっちゃでかいってなると、これは手ブレ補正効くかもしれんけど他のカメラ買われちゃうんじゃないかみたいなねところがあったりするので、手ブレ補正が全てねすごく優秀かっていうと、まあ、トレードオフはあるというところがありますね。で3つ目、新しい撮影の可能性を広げる手ブレ補正。だいたい30分ぐらいから3つ目でねサクッと終わりますけども、何より手ブレ補正が優秀なカメラだと、まあ、今まで以上にいろいろな撮影に興味が出てくる自分がいるんですよ。まあアシストしてもらえる、気をはらんでいい、じゃあこんな撮り方してみたい、じゃあここでもっと気楽に撮ってみたい、このレンズで撮ってみたら意外とカメラ側が強化されたらいけんじゃねとか、今までもやってたけどちょっと時間を毎回使ってたからちょっと億劫やったけど、もうパパって撮っちゃえるんやったら撮ってみようかな、まあ5枚10枚と音だ1枚ぐらいバチで決まったやつあったらええんちゃうぐらいの感覚で、これまでまあ撮影時の設定、カメラ側のね設定とか、ブレに集中、ブレないでブレないでみたいなね集中していたところが、手ブレ補正でカバーできるっしょぐらいの明るいねこうポジティブな印象を持てる感覚なんです。なので本当に先ほどお伝えしたオートフォーカスの感覚よね。オートフォーカス？え？カメラの瞳 AF でカバーできるっしょぐらいの感じで、手ブレ？ああカメラ側の手ブレ補正で十分補正できるっしょって、逆に三脚置いて誤作動する方が心配みたいなね、そういったまあ領域に近いのかなっていう感じです。ただやはりね、手ブレ補正っていうものは優秀になってくると、その分カメラでかくなるし重くなるし、言うたら値段も跳ね上がってくるっていうところもあります。まあトレードオフにはなりますので、手ブレ補正っていうものが冒頭にね戻りますけど、ご自身のカメラとかレンズを選ぶ時の基準というか、なんか要素、選ぶ要素として手ブレ補正がまあその候補に入るかどうか、手ブレ補正ありなしなの、ありのカメラがいいの、なしのカメラでも大丈夫なの、もっと言うとなしのカメラでちっちゃくて軽い方がいいのとかね、そういった手ブレ補正のありなしっていうものが、私らがそのパソコンで BTO で組むビルトオーダーやったっけっていう、まあ、カスタマイズでオーダーするのとはまた別で、カメラも出来上がったものを私たち買う、プロダクトアウトでもうメーカーさんが作ったものに対してなんぼで買うっていう商売の仕方してはるので、手ブレ補正私はこのカメラにつけてください外してくださいとかできないので、なので、ね、もう出た時にこのカメラ手ブレ補正が入ってるから買う、もしくは入ってるから買わないとかね、なんかまあそういった切り分け方っていうのも一つの最近のトレンドというか、レンズ含めてね、わこのレンズは VR が入ってるとか入ってないんかいとかね、なんかそういうなんか手ブレ補正っていうものが一つみんなの中でのこう分けていく要素、今までは描写とかねオートフォーカス性の速度がみたいな話を言ってたけど、言い方変えると今はどのレンズもある程度描写いいし、オートフォーカス速度に関しては速いし、性能精度もまあカメラ側に依存するとこありますけど精度もほぼほぼ高いんでね、もうステッピングモーターズ対応しているようなレンズも増えてきているので、もうシューピタって合うしで写りもいいでしょってなってくると、値段、サイズ、質量、コーティング、あとは手ブレレンズ側にあるのか、カスタムボタン AF マニュアルフォーカス切り替えとかファンクションとか情報表示パネルがあるかとか、そういったなんか描写とかなんていうの、オートフォーカス以外の面での一つの注目されているポイントとして、レンズ側カメラ側の手ブレ補正ってものがどん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 、まあ、認知を拡大しているなっていうのが、ここ最近いろんな人とお話しする中で圧倒的に昔に比べて手ブレっていうもののワードが、このカメラ手ブレ入ってんすかとか、このカメラ手ブレ効くんすか、このカメラ手ブレ何段なんすかとか、このレンズってこれじゃあこのカメラ手ブレ補正入ってなくて、このレンズにも手ブレ補正入ってないから私らブレ全部乗っちゃうんすかみたいな、
まあそういうね電子手ブレ補正みたいなのもあるけどもみたいな話で、結構ブレっていうものが話題の中のカメラの話の相談を受ける時の上の方にね来るっていうところがありますので、皆さんがどう思われてるかぜひコメント欄とかねチャット欄で残してもらえると嬉しいです。私は手ブレ補正ないと困りますであったりとか、手ブレ補正そんなもんない時代からやっとるし、こっちとしては今使ってるやつもないでとかね、手ブレ補正あんなもんね助け取られとったらあかん、あるカメラ買ってるけどオフにしてんねんとかね、なんかもっと言うと手ブレ補正8段そんなこと言わずに10段15段と言ってよみたいな、なんかもうそういうほんまジンバルなんかが昔あったよね、あんなんでよう持ってて録画してたよねみたいな時代に早くなってくれみたいなね、もうジンバルなしになるぐらいの手ブレ15段20段時代を期待するとかね、なんかそういったコメントをいただけると嬉しいなって思います。私自身もね手ブレ補正いろいろ思いますけど、私の考えはお伝えさせていただいたのでコメント欄とかでね、でこれがまたコメント返し動画企画の中でキャッチボールできたらなっていうふうに思います。このチャンネルではですね、撮影に関することをカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしております。ぜひね3万人5万人10万人と3万人近づいてきたね、2万8900とかだからあと1000人ちょっとなので、年内3万人到達できるよう毎日更新で必死のパッチで頑張っておりますので、結構真面目なトーンで喋っちゃってるねおちゃらけよか、3万人目指してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これぐらいの温度感の方がいいなっていうところで、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また写真集ね、今ねボリューム3に合わせて実はボリューム4もちょっと動き出しています。ボリューム3はモノクロームの写真を中心、ボリューム4はねなんかちょっと懐かしいとか、また全然コンセプト企画段階なんですけど、なんかもうザラつかせようかな、どういうことISO 感度バリッバリに持ち上げてしまって、ザラついた写真とザラついてない写真、なんかザラつきとかノイズ感ってその写真として見る分には、まあ、ない方がええんじゃないって言われる風潮があるとは思うんですけど、なんとなくフィルムライクというかちょっと優しさね、歴史なんか懐かしさを感じる写真で、全部がそれやったらまあそういうもんなんかななんですけど、もうノイズが一切ない写真とノイズがそこそこ乗ってる写真とか、なんか懐かしい雰囲気と現代風な写真みたいな対比を持たせたような写真集みたいなものをボリューム4ではちょっと今検討してます。ただそれをどう形にするのかはもう全然わからへんねんけどまあ今ブレインストーミングっていうのはなんか脳みそのアイデアバー出していくやつ、あれをまあしている段階です。でボリューム3はモノクロームなんで、もう今までの延長上で淡々と撮り続けて、いいよねいいよねっていうシーンを集めていっております。でボリューム1と2はもうすでに出来上がっておりまして、もう発売でねしておりました、数多くの方にお求めいただいて本当にありがとうございます。どちらも、カラーで、ボリューム1はどちらかというとね一作目ということで、私のベストというよりかは、フェイバリットっていうの、そのお気に入りの写真を入れております。選びましたセレクトですっていうタイトルをつけております。ただそれでもやっぱボリューム2を作ると、ボリューム1を私の中での自分のこの写真見てっていうのがちょっとまだあったかなっていう、あの時は若かったなんですけど、ボリューム2に関してはそれがなくなってます。本当に自分が好きな写真、本当にボリューム、もちろんボリューム1も好きなんですけど、ちょっと見てほしい写真が入ってるんですよ。でもボリューム2は見てほしい写真ばかりですよ、もちろん。ただその見せる写真というよりか、私こんなん撮ってますねんっていう、ほんまによりなんか自分のナチュラルな視点の写真なので、すごく緩いです公園とかね、なんかもうカフェとかね、なんかほんま緩いなーっていう、私ってこういう風に過ごしてるんや日常っていうのが、こっちボリューム2になります。なのでボリューム1ボリューム2どちらもね、フルカラー7色印刷、世の中4色のね印刷物が多いんですけど、7色印刷で印刷所さんに一番いい紙一番いいインクで作ってって、もうコスト気にせんでええからっていうところで作った自費出版のね、写真集になります。ストアーズさん、H&Y フィルターさんとか写真家と吉田凪さんとかね、ところが使われているようなプラットフォームで私も出展しておりますので、興味ある方、最近ね1と2両方ね一緒に買ってくださる方がご新規さんが増えてるっていうところもありまして、多いので、もうもちろん1買ってくださった方が2追加で買うとかね。1はなんかジマさんのなんか話聞いてると私2の方が気になるとかね、いろいろ話聞いておりますので、ぜひこの写真集ジマチューブセレクト概要欄にリンク貼っておりますので、チェックしていただけると
嬉しいです。あとはですね、オンラインサロンジマチューブコミュニティですね、この動画投稿は8月になりますので、あの月明けていますのでお得なタイミングです。と言いますのも、オンラインサロンは月単位であの請求っていう形になります、課金っていう形になりますので、月初めに入っていただくとすごくね、まあ1ヶ月が言うたら長く感じると思いますので、もちろんその途中で入っていただいてもね、ご満足いただけるように頑張ってはいるんですが、そういったところを気にされる方はですね、日割りを気にされる方は今の月頭とかに入っていただく方がちょっと長くいらし滞在できるよっていうところがあります。カメラとか写真に関する、まあ、購入前のね検討相談とか、あとは情報交換っていうところで、どちらかというとオープンな SNS はね、今政治とかオリンピック関係とかね、いろいろ、まあ、激しいやり取りが多いですけども、攻撃的な SNS になってますよね、今世の中が。そっちの方がインプレッション稼げるっていうところがあって、なのでクローズな SNS になります。スラックっていう、よく会社とかで社内チャットで使われているようなものです。あれをまあ使って非公開のグループウェアっていう形にしてですね、キャンプファイヤーさんというプラットフォームで受け付けて、そこから招待でスラックの非公開グループに入っていただくと。他のあのカメラ系のインフルエンサーさんも使われているプラットフォームなので、もしもうすでにスラック持ってるよって方は、もうポイントアサインしてもらう感じで全然いけますので、ぜひね、あのご加入検討していただいて、毎月1枚、それこそ7月末ね、あの数多くのお写真ご投稿いただいて、サロンメンバーの皆さんありがとうございます。すごく素敵な写真ね、たくさんいただいているので、あのご投稿いただいたお写真に対して、まあ、月半ばぐらい、ちょっと1週間2週間ぐらいお時間いただいて、私が皆さんのね、メンバーさんのフィードバック、今のところまだメンバーさんがあの十分あの全て対応できるあの数なので、もう全てに対してお答えさせていただいております。これがもっと増えてくると、ちょっと多分あのごめん私も手いっぱいやわってなっちゃうとは思うんですけど、今であればすごく人数も限られているので、すごく密なねコミュニケーションが取れるかと思いますので、フィードバック動画であったりとか、あとは合同写真展、それこそ6月に終わって、もうちょっとしたらね、写真私も受け取りに行くんですけど、あのお写真ね、みんなで展示しましょうって、だいたい20名ほど、上田先生含めて私含めて20名ほどで、そのうち8名ほどがうちのサロンメンバーさんやったかなっていうところもありましたので、そういった写真展も次12月とかに、まあ、公開していいって話出てるんで、まあ、12月ぐらいに次予定されていると、まあ、公募展がね予定されているので、そういったところの12月の公募展にも向けて、次のね、まあ、動き出しをしていこうかなという企画なんかも考えておりますね。どちらかというと、まあクローズドな中で私の動きっていうものの試作段階っていうものを、まあ、動かしていく場になりますので、私自身はまあオープンな SNS は告知用っていうね、あんまり滞在せんと告知用に使って、滞在していく中のコミュニケーションの場はサロンメンバーさんで、それをもっとフラットにオープンで無料でみんなで共有していこうっていうのが最近のコメント返し企画ですよね。ただあちらではあんまりそのなんか責任取れんので、あんまりアドバイスとかそういった細かいご質問なんかには答えないようにしておりますので、まあ簡単なそうだねそうだねだねだよねぐらいの感じのことを動画の中で、企画コメント返し、今ボリューム8までいってんのかなっていうところでお答えさせていただいておりますので、なんかこうなんていうの、フェーズというか入っていくね、このコミュニケーションのフェーズとしていろいろ使い分けていただけるといいかなって思います。なのでチャンネル登録は絶対、写真集は興味ある方はぜひお願いします。オンラインサロンも興味ある方はぜひ一緒にね、楽しく写真について語れればと思いますので、ぜひ、ご加入を検討していただけたらと思います。このチャンネルでは撮影に関すること、カメラに関する情報、ニュースを毎日更新でお届けしております。今日ね、室温33度です。いつも35度とか36度の中でね、アイスノンを、抱っこして収録しております。今日は33度、まあ、曇りやったからね、結構余裕持って、そのバテずに頭、なんていうの、オーバーヒートせずお話できたので、ちょっとゆっくりご案内できたのが良かったなっていうふうに思います。今日の私の気づきでございます。皆さんはどういったね、8月を過ごされるか、ぜひコメントで残してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。